アメリカと中国の対立が続く中、大統領選挙で共和党のトランプ氏が勝利したことについて、北京の市民からは賛否両論が聞かれました。我觉得特朗普应该还是比哈里斯要好一些。他之前当过这个一把手嘛，对吧？那肯定跟我们国家的关系相对来说也有一定的这个走动嘛，能了解一些。中国国内でトランプ氏の知名度は高く、再選を歓迎する声もありました。一方、トランプ氏が掲げる中国製品に高い関税をかける政策について懸念する人もいます。老是针对中国，所以当然很不高兴了呀。主要就是因为他们国家老是针对我们。美国的市场，我觉得再大也大不过欧洲啊，或者是整个的这个全球的市场，你知道吗？所以虽然可能有影响，但是这种影响并不是很大，这是我个人观点啊。中国への影響はそれほどないとする意見もありました。